俺の看板 AWM。 はい、どうも、スコルです。今回は、チェンソー版コラボ要素ですね。これが、一部判明したというわけで、まとめていきます。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それがこんな感じでね、コアコード運営がツイートの方されまして、新しいね、レジャーの方がありますよ、ということが分かりましたね。レジャーの方でミッションクリアすることによって、永久のコラボスキンの方がもらえますよ、という風になっているようですね。はい。レジャーやって、スキンゲットと。これなんか、多分通貨をね、もらって、その通貨を消費して、交換みたいな感じに、多分なると思うんですけれど、どうせだったらね、電動チケットも交換したよね。去年はね、電動チケットの交換ってのもあったんですけど、最近はね、めっぽう減ったっすよね。電動チケットの交換。マジでめちゃくちゃ減ってないっすか。ビビるぐらい減っているんですけれど、またあるといいですよね。一応、スキンの方がもらえるっていう風になっていて、去年の今頃で言うと、呪術廻戦コラボしてましたよね。呪術廻戦コラボの方も、やっぱりその専用のレジャー、レジャーって言っていいのか微妙ですけれど、ジョーク倒すやつね。この間あったやつ。あれがありまして、そこでジョーク倒したりとか、いろんなそのミッション、イベントの方とかで、コインがゲットできましたね。で、そのコインの方を交換することによって、例えばね、金枠の副スキンの方とかと、交換できますよっていう。直で交換ではなくて、拡張するという形で、交換っていうね。拡張のチケットの方も、無料の方で、無料でゲットできるっていう風になっていて、同じ感じのスタイルで来るんかなとは思うんですよね。来るんだったら、じゃあガチャと電動チケット交換できるようにしてくれよとは思うんですが、最近ね、電動チケット交換、マジでないからね。本当にないから。ここやるか微妙ですけれど。似たような感じのシステムで来るかなっていう。それは思いますよね。それか SAO とか、エヴァコラボの時みたいに、あやなみとか、リーファみたいな、簡易的なイベントの可能性も、十分あるわけなんですが。な感じで、配布はしそうかなと、思いますね。はい。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね。僕が持っているユーニの写真版、チップショップの車よりもキーランク低いと。キーランクはね、出た順で決まってましたからね。しゃあないっちゃしゃあないっすよね。はい。初心版の強化も嬉しいっすよね、今回ね。初心版って昔強かったからっすね。今あんま強くないですけど、昔は強かったんですよね。初速そこそこ、最高速もそこそこで、キーランクもめちゃくちゃ上げやすい車っていう、な感じになっていて。で、その他の車では隠せないような地形とか壁裏とかに、車体が小さいから隠しやすい、隠せるっていうね、そういうのがあって、そこはね、すごいね、使いやすい車だったんですが、坂道でのブレーキ性能っていうのがね、めちゃくちゃ落とされたことによって使われなくなりましたよね。もしもその再強化するんだったら、坂道でのブレーキ性能っていうのを上げて、初速と最高速をもうちょっと増やしてくれると、結構いい車になるんですけどね。で、次ですね、マスラティ弱すぎる。本当にあれ禁止だと。昔は強かったんですけどね、マスラティってね。昔は強かったんですけど、今となっては弱いっすよね。初速も遅いしさ。何のその利点があるのみたいな感じで思うかもしれませんが。マスラティって真ん中のね、5番目の座席に乗っても、一応乗り出しの射撃できるんですよ。これがね、唯一の利点なんですよね。5人で乗っとったら4人撃てるんで、それによって車破壊するスピードが速いっていう、それが利点でしたね。昔ですけれど。で、次ですね、秒子から電動にするときも、いちいち変えなきゃいけないの、終わったなと。そこがね、勝手に切り替わってくれる上での、利点だったっすよね。乗った時にね、大秒子から乗った後、高いキーランクの車持っていれば、例えば電動とか、勝手に切り替わってくれたんで、乗るより、すごい楽だよなっていうのはあったと思うんですが。それができないっていうのは、ちょっとなんか不便かなとは、思いますね。はい。勝手に塗り替わってしまうっていうのも、めんどくさい時はありましたけれど、勝手にその塗り替わってくれることがメリットな時もあったんで、手動で変えないといけないっていうことは、結構そこに時間差っていうのが発生するわけで、それによって負けてしまうことっていうのも、今後出てきそうですよね。大業種が、そこまで利点じゃなくなってきそうな感じになってきますよね、そうなってくると。で、もしもその大業種に乗り換えて一回壁にしてもう一回発信するのを考えるんだったら、いらない鍵っていうのを、拾えなくなりますよね。ボタン連打で切り替えの方ができなくなりますんで。そこら辺がなんか若干ね、めんどくさいかなと思いましたね。で、次ですね、エクストラのピース終わったら使えないと。エクストラの電動のピースっていうのは終わった後も引き継がれますよ。次のそのエクストラ電動の方にですね。それは説明文書いてるんでね、わかると思います。で、次ですね、3体レジャーはいつ戻ってくるのやらと。あれ、ほぼ3体レジャーと思いますよ。次のそのコラボレーションレジャー。3体レジャーって、チームじゃなきゃできなかったでしょ。あれがそのソロモードになったっていう、多分ね、あの説明見る限りはそんな感じやと思いますよ。ソロモードで24人で、小さいマップで戦うモードみたいなね。で、リスポーンありみたいなね。そう考えたら結構面白そうかなと。よりなんか手軽にできそうなモードなんで、いいと思いますけどね。3体コラボレジャーってチームじゃないことが、メリットになったりとかもしよったんで、そういう面考えると、すごいいいのかなっていう。久々にその、ソロでできるですね、レジャーの方が来るってのは、割となんかいいと思いますね。団体とかメンストって、チームでしないといけないんで、それで、味方があれだとめんどくさいわけだったじゃないですか。そういうことが発生しないレジャーで、なおかつ、練習にも使えそうなんで、あれはあれでいいと思いますけどね。で、次ですね、豪華限定版が強くなるのが嬉しいと。
強くなるかどうかわかんないですけどね。なんか、専用のマークがつくみたいな。どういうマークなんだみたいな。しかもどこにつくんだみたいな。全くわかんないんですけど。あれワンチャンそのさ、価値としてのマークなんだったら、あれかもしれんすよね。豪華限定版今後 RMT できるようになりますよとか、そういうのかもしれませんよ。はい。豪華限定版を、バフマーケットで売ることができるみたいな。まあ、間違いなく豪華限定版車両っていうのは、まあ、再販のない車ですからですね。まあ、昔はその金ランボとか再販しちゃってましたけども、まあ、あれは置いといて、まあ、それ以外でまあ、再販したことはないわけで、まあ、今後もその再販する流れっていうのは考えづらいですよね。まあ、ですので、あそこで売れるようにするみたいな、な感じでするんかなと思いますけどね。売れるようにしてからの東急あたりも、ちょっとね、改変して実装みたいな、今後やってくるかもしれないですよね。はい。まあ、今、まあ、セダンがほとんどですけれど、例えば強いクーベットね、あそこにその入ったら、豪華限定版で入ったら、結構 RMT する理由っていうのもできるわけじゃないですか。まあ、あとはなんか、銃とかもね、豪華限定版で今後出てくると、まあ、RMT する理由っていうのはあると思うんで、まあ、なんやかんやそういうね、要素として使ってくるための、まあ、そういうマークというですね、設定なのかなとは思いますけどね。それ以外でなくてマークつける理由がさ、特にないっていう。もうマークつけて、まあ、結局リアリティ的に言うと電動の方が上から、キーランクは普通電動の方が上行くと思いますからね。はい。そういう運用なんかなとは思いますけど。で、次ですね、早くクリスマスの衣装がいつまでか知りたいと。俺さ、それ問い合わせたんですけどね、はぐらかされてるんですよね。まあ、最近なんか問い合わせのシステム変わって、ゲーム内問い合わせで消えちゃってですね。まあ、メールの方で問い合わせしたんですけれど、したらさ、なんかその、全部問い合わせたんですよ。いつまでですかって聞いたら、ちょっと待ってね、みたいな。その聞いてくるからちょっと待って、っていうのが来て。で、それで待っとったら、あなたからの返信がないようなんで、問い合わせはここでストップします、みたいな。いやいや、お前が待てって言ったんちゃう、みたいな。思ってですね。何言ってんだ、みたいな。完全にこいつらさ、ごまかしに来てるよな、っていう。問い合わせ消そうとしに来てるよな、っていう。まあ、悪質な企業って問い合わせのところを、まあ、やりづらくしたりとかできなくしたりするんですよね。窓口をなくすとか隠すことによって。うわ、そういうことしていた。こういうことも増えると思って。出たみたいな。昔のそのさ、ガラケー時代のさ、悪質なそういうなんか、お金請求するサイト、ね、引っ掛ける系のサイトじゃなくてさ、解約させたくない時のこれ手順のやつやん、みたいなね。大企業も昔はそれやってましたけど、それするんだ、みたいな。今時それするのやばいでしょ、みたいなね。まあ、問い合わせフォームってのを隠す、まあ、ネットのショッピングサイトみたいなのはよくありますけれど、それもそって全部ゴミやからですね。基本的にその問い合わせを隠すようなプラットフォームってのはゴミ。うん。まあ、いっぱいありますけれど、まあ、使う価値はないっすよね。そういうことする。うん、サイトとかプラットフォームとかゲームとかね、何やってんだみたいな、うん、思いますわ。で、まずこちらですね、ゲーム性を上げようと思ったら、そもそもセダンの実装が間違っていたかなと。そこは別に僕は否定はしないかなって感じですね。セダンの実装までは全然良かったですけれどね、車両付きの実装が僕は間違いだったかなっていう風に僕は思ってます。もうこれはフェラーリが実装された当初から僕はずっと言ってるんですよ。これダメだろみたいな。まあ、フェラーリが出た時まではまだその車のスキンを変えても車の性能は変わらないっていう風に言われていたんですけれど、いや、どう考えても変わっとったんですよね。どう考えても初速が良かったんで、まあこれはちょっとダメだなっていう、これ課金ゲーになるなと思ったらとんでもないね課金ゲーになってしまったっていう、そんな感じにね、まあ現状になっているわけなんですけれど、まあセダンだけだったら別に、まあ当時のセダンはまだそのノースキン弱体化前だったんですけれど、それでもなんかめちゃくちゃ強いわけではなかったんで、まだ必須ではなかったからですね。全然その、まあ、ジープの移動とかも当時はしてましたし、まあ、ジープのね車線を通る場所をもう少し減らすんだったら別に相互の関係になり得ましたよね。まあ、実際 PUBG とかもね、セダンというかダチアがありますけれど、まあ、ダチアよりもバズの方がいいよねっていう、そういう考えの人も多いんで、まあセダンの存在よりもセダンスキンの存在の方が問題だったかなとは思います。